清岡小針、清岡小針から1901年2月25日は、日本の武士、官僚。ジュニー、君一等死者区。通称は藩士郎、郷は逃亡。1841年、土佐藩郷士の指定として、土佐国秋軍田の浦に生まれる。異性誘学し、後に上落して、諸藩の勤労の志士と交わった。文久年間に上京し、明により 耳の英子となる。八月十八日の政変による七良教王家の際には、七良教に同行して、長州藩に亡命する。勤門の変では、長州藩と共に参戦するが敗北し、再び長州へ逃れている。慶応三年九月九日、土佐藩を抱えの刀舵、左行秀日は、犬井上大輔が、江戸の土佐藩邸に、勤皇派老子を引徳し、薩摩藩が、 京都で挙兵した場合、大助らの一党が東国で挙兵する計画を立てていると、寺村左前に対し密告を行った。雪秀は、犬類大助が、三泥氏、中村祐吉にずつた所管の写しを証拠として所有しており、大助の失脚を狙って、左前に密告したものである。このことが、陽道校の耳に入れば、大助の命はとても助からないであろうという話を、 漏れ聞いた、清岡公張は、大助の身を心配し、土佐金労党の一員であった、島村寿太郎に、犬井大助を脱藩させることを提案。島村が大助に面会して、脱藩を進めた。しかし、大助は、陽道の小川御用駅、西野智子に対し、水戸刀市を判定に引得していることは、すでに5月に自ら陽道校へ申し上げていることで、あるため、 すでに覚悟はできており御沙汰を待つのみであると返答している。果たしてこれに対して妖道は、大助は、暴撃の、強けれど、豪も邪心なく指示のために動かず、軍下が、奥より行を送付もあまりは彼を殺すに忍びず、山内妖道と答えたため大助は命拾いをしたと、いう。維新後は新政府に出資し、地方官を皮切りに、1883年からは、 元老院議官や、区内省図書が知ら、貴族院死者議員などを歴任した。1887年には、維新の公により死者を授けられた。1890年10月20日、近景官志向となる。1891年、君一等随法省。1897年、ロシア皇帝、ニコラスはじめ官式に参列後、欧米巡遊を行う。 1898年数密顧問館に就任する。1901年2月死去。去年60。墓所は東京都文京区の御国寺。勲章等外国勲章廃用隠居。ありがとうございます。